レッドブルのトップドライバーであるマックス・フェルスタッペンが近年目覚ましい成功を収めている中彼がチームを離れる可能性が浮上しているその背後にはチーム内での緊張やクリスチャン・ホーナーとの関係悪化が影響しているようだジョス・フェルスタッペンは友人に対して息子のマックスが必要ならレッドブルを離れると語ったと伝えられておりこれはチーム内部の問題が深刻化している兆候とみられている ホーナーとの対立が続き、不適切な行為疑惑も持ち上がっているが、ホーナーは、最近レッドブルから、不適切な行為を免れたが、疑惑のテキストやファッツアップメッセージが流出したことで、依然として注目を集めている。報道によれば、ジョス・フェルスタッペンとメルセデスのトップ、トト・ボルフが最近会話を重ね、シーズン終了後の移籍の可能性が浮上していると報じられている。さらに、 ボルフとジョスが同じホテルに滞在したことも目撃されており、これが、フェルスタッペンのメルセデス遺跡につながる可能性があるとされている。一方で、レッドブルのトップドライバーとしての成功が続く中、フェルスタッペンは、メルセデス遺跡に向けた兆候を示唆するものはない。バーレーン GP での勝利を含む最近の活躍により、彼は、2024年のタイトル争いの有力な候補とされている。ただし、チーム内の危機や緊張が、 フェルスタッペンの将来に影響を与える可能性が高まっていることは事実だ。コメント、レッドブルのトップドライバーであるマックス・フェルスタッペンが、近年、目覚ましい成功を収めている中、彼がチームを離れる可能性が浮上しているという記事です。発生源は、父親のヨスのようです。ヨスとトトが話し合っているようですが、おそらくないと思いますが、ハミルトンの抜けた穴を埋めるべく、トトも一生懸命でしょうね。